AFP イコールジジ、元テニスの四大大会、グランドスラム、覇者で、少女への強姦、と暴行の罪で禁錮刑に服していたボブ・ヒューイット、ボブ・ヘビット、受刑者が24日、仮釈放されたと南アフリカの公正当局が公表した。写真特集、男子テニス選手のビフォーアフター。オーストラリア出身のヒューイット受刑者は1980年代前半に当時12歳と13歳だった2人をレイプし、1994年には17歳だった少女に強制わいせつ行為をしたとして、2015年5月に禁錮6年の実刑判決を受けると、南アフリカの東ケープ、イースタンケープ、州にある施設で約3年半の刑期を務めた。現在80歳のヒューイット受刑者は、仮釈放を検討するのに必要な最低限の刑期を満たしていた。公正当局の広報担当者は AFP の取材に対して、仮釈放が確定し、当該仮出所者は自宅に戻っている、と明らかにした。オーストラリアのダボで生まれたヒューイット受刑者は、人生の大半を南アフリカで過ごした。四大大会のダブルスを複数回制覇し、国際テニス殿堂、インターナショナルテニスホールオブフェーム入りも果たしていたが、一連の性的暴行疑惑が浮上したことで2013年に除名された。翻訳編集、AFP BB ニュース。